そのまあ楽曲制作やと、そのまあプリプロっていうまあ期間があってですね、そのプリプロはそのみんなで作った曲を言ったらこう最終段階の完成に近づける期間っていうものがあって、はい、それをプリプロダクションってプリプロって呼んでるんですけれども、はい、でそこでもうこのエルドラも大活躍していて、その言ったら、まあ、一番やっぱプリプロで大きいところがレコーディング機能がこの電子ドラムについているっていうところがめちゃめちゃ大きくて、今僕たちはちょうど関西の方のスタジオにこもっていて、ね、いろいろやってるんですけれども、まさに V ドラムを使って今その楽曲を磨く作業をしているということですよね。そうですね、もう本当にいろんな音色が入ってますよね、達也さん。そうですね、これめちゃくちゃ多いですもんね。ですよね。なんでいろんなジャンルに対応するドラム音色も入ってますし、まあ、いろんな機能もついているので、まあ、そういう意味ではまあプリプロには非常に適しているドラムセットなんじゃないかなと思います。達也さんってあのアマチュア時代 V ドラム使って練習してたんですよね、はい、そうですね、もう V ドラムで毎日叩きまくって練習してました。あれですね、高校の入学祝いでしたっけ。そうです。その高校なんか小学校の時にドラム始めて、はい、でまあずっとバンド組みたいってなってて、はい、で高校に行ってバンドメンバー探してバンド組むんだと思ってたから、その高校行った時に、うん、あのちょうどその電子ドラムの存在を知って、はい、でその時にその電子ドラム高校入学したら電子ドラム買ってほしいっていう風にめちゃめちゃ無理くり言って、はい、親戚みんなに頼んで親戚皆さんで買って
上げたという感じなんですか。あ、そうですね。すごいですね。期待されてますね。さすがですね。